黒猫子猫のちびすけは僕のお膝でニャーニャーニャー。おはようございます皆さん、ご機嫌はいかがですか。男のロマンなのさ。メイドにナース、ウェイトレスに秘書、セーラーに猫耳うさ耳、全てを言い切ることはできないが、男たちはそれらに夢を馳せロマンを求める。現実を見据えた上で夢馳せるのは罪ではなかろう。あいつのこと好きなのか。はっきり答えられないってことは好きじゃねえんだな。本当に好きな人の前でだったら自分のことなんてどうだってよくなっちゃうんだよ。責めてるんじゃないよ。人を好きになる心は止められない。僕は君が幸せになることが一番嬉しいんだ。僕は君といることが幸せなんだけど、テレサ、君はどう？森岡さん、とても可愛らしいですよ。え？今ここに小岩井さんがいなくてよかったって思うくらい超可愛いですよ。あさて、あさて、あさって、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 さては南京玉すだれ。ちょいっと返せば、ちょいっと返せば、ゲシテーバーに早変わり。あは待ってたよ、哀れな子羊くんたち。そう、その顔、希望が突然消え去る時の人間の顔だから、この遊びはやめられないんだよね。一回よそで生活してみたらわかるよ。なんなら今日泊まってけば、運が良ければ共食いとか見れて楽しいよ。お初にお目にかかります。私ジャーファルという商人でして、旦那様の店に私どもの商品を置かせていただけたらって、なんだこれ、やってらんねえでババ。私は廃棄物を憎む者、このオルミーヌの死、魔導結社オクトの長をしています。あなた方ドリフターズを支える者、この世界にいてはいけないエンズ、彼らを滅ぼす使命を受けた者。後悔先に立たず。天才能力者この霊源新高と対峙した瞬間、すでに決まっていたのさ。てめえの成仏はな、森じゃバッチ。空気読むということは、呼吸するものではなく、場の状況、雰囲気を表す際に使われる空気ですね。いやいや、僕も最初は手品に使うコインが紛れ込んだんだろうくらいに考えていたんだがね、君からあのタバコ屋の娘が差し入れ屋に嫁いでいると聞いて、がぜん興味が湧いてきたというわけさ。聖崎さんもわかるでしょう。男ならさ、あの感じですよ、セックスのあの感じ。よーし、間に合った。泥が命を生むなら無害な命に変えてしまえばいいじゃない作戦、大成功だ。そのグリモワールはもう君のものだ。君と共に同じ道を歩ませてやってくれ。妻ゼルダは娘の死を受け止められず心を病み、娘はロンドンに留学中という妄想の中に今も逃げ込んでいる。俺はその妄想を現実にし、家族を取り戻す。どんな犠牲を払っても処分可能な俺の資産。こんなに嬉しいことはない。いいかいみんな、一つ屋根の下で暮らす若者たちが同じ釜の飯を食う、これぞ青春、これぞ学生。僕はそれに憧れて寮に入ったんだ。さあ、これからも輝ける寮生活を一緒に謳歌しよう。富岡義勇に言われてきたといえ、今は日が差していないから大丈夫なようだが、妹を太陽の元に連れ出すなよ。いいんだ、少年院の指はすぐに虎杖悠仁が取り込んでしまったからね。
吉野純平の家に仕掛けた方は公然に回収させて。大変だよ本物のムツゴたち。俺たちのアニメがもう始まってる。しかもなんかわけわかんねえ謎の集団が俺たちの立場を乗っ取ってる。やばい、今すぐ来て。私はあなたの忠実なるしもべ。わざわざ気など引かなくとも、私は旦那様をあくまで貪りたい。私もあなたをとても好きですよ、正義。お会いできたことを嬉しく思います。初めて会った時も今も同じように。文字通りな。せやないと穂村の筋が通らん。監督としてはチーム事情を考えて一軍投手の球を取らせようとしたんだろ。それを断るなんて相当変わり者だなお前。つうか監督を怒らせて一軍入りも見送られたりして。ああ大丈夫、驚かないでください。ありがとうございます。このコインを見つけてくれたのはあなたですね。